世界史の授業は中学生の頃から大好きなんだ。名作映画のリバイバル上映があるんだ。絶対に見に行かないと。ジューシーで美味しい肉まんを君と食べたいものだね。餃子は好きだけど、ニンニク抜きだとありがたいね。子供からご老人にまで支持される役者を目指しているんだ。演劇部では大道具や小道具を作ることもやっているよ。優雅な雰囲気の服が好みなんだ。いいお店を知っているかい？得意な科目は世界史さ。日本史も結構好きかな。時々林に行って気分転換に大声を上げることは内緒だよ。寝ている間、妹が僕の髪を三つ編みのお下げにしてしまったんだ。食堂のサラダにパクチーが入っていてね、とても驚いたよ。素敵な音楽を聴くとついうっとりしてしまうんだ。コンビニで365日肉まんを販売してほしいと願っているよ。